コンコン、こんにちは。今ワッホーさんがね、ちょっと練習してるんで挨拶しに来ました。ワッホーさん、チェース。チェース。なんだよ。いや、なんか僕を差し置いて練習してるんで。まあ、練習はするよね。ちょっと挨拶しに来ました。分かったよ、分かった。何、はい、何。じゃあちょっとあのカメラの向き変えていいですか。変えます。はい、じゃあ今日すいません、あの、100切るための、はい、そう、練習法を、はい、教えていただきたいんですけど、まあ、僕別に100切れないわけじゃないですか。そうだね。でも100切る人がゴルファーのなんか何十歩すげえ数なんでね。そうですね。そうですね。知らねえだろ。その、うん、まあこれからどんどん多分上手にね、はい、なって見てる方がなってやっぱり言ってほしいんで、うん、そうだね。まあこう、まあ今日はパート1ってことで、パート1、はい、パート1ってことは長くやるってことだね。もうパート100まであると思います。ないよそんなに。パート1ね。まずパート1で、うん、まず一番大事な、大事なね、はい、じゃあここを教えてください、はい、じゃあ練習場来ました。はい、でまあストレッチします。どんな。いや勝手にして。で、でこれ、まあ、100切るためだから、はい、で100切るためにはまずボール打つ前にやることあるんだよ。ボール打つ前にですか。そう、はい、ボール打つ前に、まあ、素振りってやつね。うん、よく聞きますね、それ。聞くでしょ。素振り大事で、はい、ただこうやって普通に素振りしても、はい、あんま良くないんですよ、はい、これね、気をつけるポイント一つ。かっこよく言った、ちょっと。ね、バックスイングの時に、はい、左手を、はい、左手の肘ね、はい、ギュンって伸ばすんですよ。ギュンと、そう、これ伸ばす、はい、これ なんでこれ伸ばすかっていうと、はい、こう肘がね、アマチュアの人ってほとんどが曲がってるわけ、こうやって。いやー、よく見る。よく見るでしょ、はい、野球やったら野球とかはこう曲げるかもしれないけど、はい、ゴルフはね、やっぱ曲げちゃあんまよくないんですよ。あ、そうなんですね。そうそう、で曲げれるイメージありますけどね。でこう、左肘曲げるとさ、はい、関節こう1個曲がると、はい、ここが手首の角度が、はい、こうすごいフリーになっちゃう。あ、わかります、わかります。フリーになっちゃうと、はい、ここにもぐらつくってことなんですよ。安定しないですね。そうで、これね、肘をこう伸ばすと、はい、体の作り的に、はい、ここがあんまり動かなくなるんですよ。あ、逆なんか不器用になるってことですね。そうそう、ブロックされるわけだから固定されるのよ、ある程度、はい、だからクラブが暴れなくなるんですよ。安定しやすくなるんですね。そうそう、でバックスイングで左手を伸ばす、しっかり、はい、左手を伸ばすと力が変に入れちゃいけないですよね。力入れちゃいけない。なんか伸ばそうと思うと力入っちゃいそうですけど、あ、伸ばすだからさ、力なくてこうやって伸びるでしょ。え、伸びるでしょ、こうやって。ちょもう一回やってください。いや、やんないけど。でも、力入れなくても伸びるじゃん、こうやって。そうですね。ね。だから、伸ばす。まずここ。しっかり伸ばすの。はい。もう思いっきりですね。そう。そうすると、はい、伸ばすと、手だけで上げないから、こう肩も入るぞ、こうやって。あ、じゃあ体も回るんですか。体も回る。そう。だから、いいこと尽くしですね。そうそう、いいこと尽くしな。はい、で、球打つ前に、まずその素振りをいっぱいすることが大事。あー、パート1だから。右手はもう伸ばしちゃいけないですもんね。だって左手伸ばしたら右手伸ばせないからこうなっちゃうから。いや、でも伸ばすの意識してそうなっちゃう方とか、うん、そうじゃないですか。そこまでは知らないっす。無責任すぎるじゃない。ごめんなさい。ちゃんと真面目なこと言ってるからね。左手を伸ばすの。左手だけを伸ばすのね。左手だけを伸ばす、はい、うん、左手を伸ばす意識を持ってれば、はい、まずかっこよくもなるしね、こうやって伸びてた。そうですね、かっこいいの大事ですもんね。かっこいいの大事じゃん、はい、かっこよくなりたいですもん。かっこよくね、左肘伸ばす。、はい、で、伸ばして素振りをいっぱいするっていうのが大事かな。まずパート1として、パート1としては打つことよりもまずはじゃあ素振りからですね。そう、素振りでいっぱい、まず目いっぱい左肘伸ばすっていうのが大事、はい、ここを注意して練習、はい、行けば、まあ死ぬほど球打ったら100切れます。結局死ぬほど球打つんですね。あ、いや、球当たるのって大丈夫。伸ばせれば当たってくるから。あ、勝手にですか。そう、当たってくるし楽しくなってくるから、はい、勝手に死ぬほど球打っちゃう。あ、よくもう一般の方ですごいボール出してやすぐ打ってる人いますもんね、うん、打ち放題とかでもいいじゃん。あ、そうですね、打ち放題とかってね、あんまり良くないのよ。何でも打てちゃうから。だから一球一球さ、ちゃんと素振りをこうして、左肘伸ばして。そうか、パート1素振りですからね。素振りね。で、素振りで鏡とかよく見てさ、こうやって、はい、いけっかなってこうやって、
チェックして、はい、球打つって感じ。あ、僕はもう鏡見ると、うん、つい顔見ちゃうんですよね。ポージング取っちゃうこうやって。いや、それはないですよ。それはないな。肘伸ばして打てよくって当たる、当たるようになってくるから。あ、しかも肘伸ばしてるからまたもう固定ですもんね。そう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 。なんか、なんか、なんだろう、感覚的にロボットみたいな感じになるんですかね。世界のトッププレイヤーとか、はい、よく見てほしいです。だから結構肘がねしっかり伸びてるから。あ、まあミケルソンとかね、ちょっと曲がってますよね、選手とかこう曲がってるけど、まあ、みんな伸びてるからさ。和子さん、うん、あのあんま伸び、なんかちょっと最近曲がってる気がするんですよね。最近曲がってきてるね。だから伸ばす練習やっぱりしないとさ。あ、和子さんもしてるんですね、うん、そう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 。これはもうしてることなんだ。そうそう、あのはいくら良くなっても大事、はい、でも100切るためには一番大事。分かる。じゃあ肘を伸ばして素振り、うん、そうですね。で、格好を気にして、格好気にして、そうそうそう、そう、格好つけながらあの左肘伸ばしてねやってもらえれば、はい、上手になれる、なれるから。分かりました。いい、こんくらいで、ま、もうパート1はまずそうですね、うん、だからあんまいっぱい言うと分かんなくなっちゃうんで。そう、パート1はこんなもんだから、はい、まあ、パート100のうちのパート1なんで。持たないよ、そんなに。だからこれ今日パート1通るじゃん、はい、パート2いつ出すか分かんないからね。無責任すぎるね。いや、だってさ、まっちゃんと会わないと通れないじゃん。そうですね、まあ大概一緒にいますけどね、うん、でも今日はパート1しか撮らないから。うん、で、この格好のパート1しか撮らないから、ちょっと言ってることがない。だからパート1はまあ左肘をしっかり伸ばすってことで練習してください。わかりました。はい、ありがとうございました。どうもサンキューです。調子に乗るなよ。